折、ストルパー・サミュエルソンの定理、サミュエルソン・ヒックスの常数、加速度モデル、バーグソン・サミュエルソン型社会構成関数、新古典派総合などで知られる。第1回ジョン・ベイツ・クラーク賞受賞、第2回、ノーベル経済学賞受賞。1915年に、インディアナ州、ゲイリーのユダヤ人家庭に生まれ、大教皇の最中であった1932年には16歳で、 シカゴ大学に入学1935年に卒業した。その後1936年にハーバード大学大学院に進学し1941年に博士号を取得した。シカゴ大学でフランクナイトラシカゴ学派から科学理論を叩き込まれ、ハーバード大学で数学や物理学を収めたことが後の彼の理論的性格を方向づけたと言われる。 学位取得に先立ち、MIT で教鞭を取り、1944年に、準教授、1947年には教授となった。1947年に出版された、経済分析の基礎で、一躍有名になり、その後は、ジョン・ベーツ・クラーク賞受賞、軽量経済学会会長、アメリカ経済学会会長、ノーベル経済学賞受賞、アメリカ国家科学賞受賞など、 数々の栄誉に輝いた。また、戦時生産局、財務省、経済顧問会議、予算局、連邦準備銀行など、多くの政府書機関で補佐官を務めた。2009年に、マサチューセッツ州の自宅で死去。94歳であった。ありがとうございます。